おお、見てた。めっちゃ見てた。心を開いてくれれば。あれはアップグレード。あ、ねえ、ちょっと寄ってかない？威勢がいいな。上げるべきはグレネード。いや、いいかな。回復ブースター上げられるな。上げちゃうか。持続時間が伸びる。上げちゃえ。あと免疫ブースターだな。上げるべきはね。免疫、免疫。これが、何個も、使いすぎた。やっぱり、バイラル、討伐時間がないとダメだね。今日はやけに退屈ね。集中して、無駄話はダメ。で、中央の、降りたとこだよな。そこだ。来ました。戻ったのね。カイラ、いや。それで誰かの ID タグを見つけた？順番に行こうか。まずこれやった。シエラ・リトルローン・キリの ID タグを見つけた。ありがとう。これを受け取って。他の ID タグは？何もらったんだろう。シエラとリトルローンは研究所にスクリーマーがいることを。シエラは想定してたでしょうね。彼はバカじゃない。みんなよく冗談半分でブレーンって呼んでた。上層部からの信頼も厚かった。でも出世に興味がなくて、兄弟のブラスコと一緒にいる方が好きだった。リトルロンは息子さんを亡くしてから PK に入った。もしかしたら息子さんを思い出してキリーのところに戻ったのかも。バルテスはあのスポーツセンターのとこのやつか。そうだな。いろいろ探し回ったが、ほら、バルテスの ID タグ。彼女のご主人に代わって感謝を。何かお礼しないと。他の ID タグは？クリスを助けた。バルテスは迷わずクリスの命を救ったんだ。ええ、クリスは彼女のおかげで生き延びた。バルテスは女性兵士だったけど、一人で感染者を10体倒せる稀な戦士だった。これはブラスコとアトムの ID タグだ。ほら、少しだけど受け取って。ルローに、なんてお礼を言っていいか。これで分隊404の兄弟たちが再会できた。ほぼ全員がね。ありがとう。ほぼ？それは。気にしないで。他に誰かいるのか？時間の無駄よ。彼はもう探したの。カイラ、あんたが忘れてはいけないと言ったんだぞ。もう一つ ID タグが見つかってない。夫のレオンの。 PK は VNC タワーをくまなく探したけど、レオンの ID タグは見つからなかった。遺体もね。彼を最後に見たのは俺だ。探してみよう。本当に？私のために？あんたと俺のためだ。あの時レオンと一緒だった。来ましたね。レオンはゾンビになっちゃってたんだよね。報酬がグレネード。医療キット。爆弾出た。レオン、レオンの名前が何になってるかが非常に気になるが、VNC タワーでしょ？ロー注意とかと一緒に行ったあの爆発したところだ。あそこで初めてボーマーに会ったんだよな。あれはやばかったな。
場所が？動画一回行こう。上だっけ？道具。あれ本のアイコンだよね。道具はそこか。武器買おう。いやースロットがない。いらねえか。免疫力買っとくか。お金いっぱいあるし。さてレオン、 VNC タワーにまた行く感じですよね。あ、でもレベル6だ。さっきやったやつと同じレベルではあるね。行けるのがそこからか。ここが空いてればな。でもどうやって行くんだろう、そこ。 VNC タワー行きます。暗い。前は外から行ったんだっけ。入り口付近まで行くとまず、あのなんかコンテナとかいっぱいあるとこだよね。ぐわっと行っちゃうか。こういうところから行くのか。落ちるよね結局。しゃあない。でもこれフィッシュアイに行くだけだもんね。そこ行くか。あ、ここ通ったの初めてかもしんない。そうでもないかな。さあ VNC タワー、あっちだ。行くぞ。やばいか。いやー強いんだけど。ちょっと待って、めちゃくちゃ強いんだけど。まあ一枚ね。なるほど、ハードだって感じ。いやうっそやり刺さりましたよね今。俺たちに逆らったの。ちゃうちゃうちゃう。言い方ちゃうちゃうちゃう。あ、押したままで出ちゃうんだあれ。R1 を押したまま L1 で出ちゃう。足いだー勝てーよ。違う。やっとか。何がもらえるこれ。おしゃれな靴。どこだ電話。いや俺はレオンを、レオンの ID を見つけに行く、それが目的なんだよ。
あと1時間で飯だって。行こう。アイコン出てんだよな、レネゲードのアイコン、あれとか。行こう。上にハテナがある。そうか、ちょうど危ない危ない危ない、よい、 VNC タワーのところはミサイル撃たれたんだね。これ上にハテナあるけど、何のハテナだ、チャレンジか。はい、ん、鼻歌どこ、めっちゃ鼻歌。あ、こん中か。そろそろ冬に備えるべきだって。で、どうやって行くんだあれ。煙、中から行けんのかなこれ。この辺危ないんだよね。バイラルなの？うお。バイラルなんだここ。普通のやつもいる。サバイバーっぽいのはバイラルです。いやが欲しいのよ。あとそこ開けたいのよ。家庭だ。終わったか。あるかもしれないので、これを開けたかったんだよ。なくね？これはあるわ。ハイトップ。スニーカー？アイテム整頓。して、あれ？あんま持てないんだ。そうなんだね。あったかいハイトップ、レベル6で、あんまり変わらん。武器が落ちてない。行こうか。どっから行くんだ俺。開くのは1箇所だけか。さすがに1箇所だけ。
あ、いるじゃんここに。そうなんだ。ちゃんと占領してたわ。上にエレベーターとかあんだっけ。こっちじゃねえわ。どっかエレベーターあったよね。これでいけんのかな。PK の間に起こってることはチェスだとステイルメイトっていうんだ。いけそう。中庭まで行って降りてきてる。来た。屋根レオン、ゾンビで生きてんのかな。そう、怪我を負ってたはず、確か。 VNC タワー奪還作戦の時は。地下なのか。どこに行けって言われてんだろう。いまいちわかんねえ。すごい登ってます。どういう。怖い、世界が切り替わってる。これ動いてんだよね。ちょっと。おーっと、待って、めちゃくちゃ登ってる。登ってる。開いた瞬間ボマーとかやめろよ。あったんだね、まだインヒビターが。離れてってる。来た。あれ、これはなんだっけ。こんなとこあったっけ。これか。取り忘れ。あ、いや、でもインヒビター別だわ。武器あったらいいな。お、警棒どうなの。アーティファクトではあった。ノーマル。打撃系か、コンボ、あ、警棒だと。宝箱は2個あんのかな。モルヒネ、売り物だね。レオンどこ。地下だっけ。なんか電源入れるときに行ったのは地下か。ってことはそっちだな、おそらく。でも地下ってどうやって行くんだろう。実用的なジュボンじゃないです。ズボン。合計か。装備系の、ベスト。まあ、合計で、もう持てないのか。おそらく。ノーマル。手形がついてる。ズボン。6だ。あまり変わらん。そんなに変わらん。こんなもんか。あと、ここは何があったの？もともと。とっても見覚えがない。
インヒビター 30。 これ寝るだけでしょ。降りるのどうやって降りるんだろうな。どっかに、ん、そこかな。ああこれだ。インヒビターゲット。兵士のカーゴパンツ。兵士。今が厚手のカーゴパンツ。あんま変わらんね。軍装グローブ、まあ、いいな、ユニークだし。いやでも一応見た方がいいか。軍装グローブ6だわ。メモ、お、なんか暗証番号、どこのやつ。あ、これだわ。暗証番号がね、見つけられなくて開けてない金庫結構まだあんだよね。あ、これわからんかったやつだね。これは違う。ん？違うね。101、円周率。え？ If you 555 then 私は？え？全くわからん。君が5の、え、555でいいの？そんなバカな。5。5。5。違う。どこかに555に対してな、え？なんかそういうよく知られた単語ってのがあるのかな？え、555なら、君が555なら、全、アイム、点点点。わからんな、これは。もし、君が、555、全、アイム、点点点。どういうこっちゃ。五五五五五五五ジョジョかな。ならば、ならば、え、なんでならばって続くの。わからんわからんわからん。全然わからん。444とか足すと999になるよ。444。はい。いきまーす。なんだろうね。戻れんよ、これ。上に戻るには。想定外のやり方、これどこやん。ここか。じゃあ降りてみるか。
ってことはこれ多分登り直した方が早くない？下から。すっごい高いビルだったんだねこれ。あー、ここでフランクと連絡取ったんだなこれな。懐かしいね。一回スタミナ回復しようか。結構流される。一回降ります。まあでもあれか、グライダー開くの遅くてもいいのかこれ。別に怖いけどね。また来るかもしれん。で、エレベーターが300m 上に。うわこれ呼ぶのめちゃくちゃ時間かかるぞ。押して来てます。なんかしてよ。おいお前、相当に送り返されたい。すいません、すいません。なんか探そうぜ。ジャックマットいないの？なんもねえわ。こんななんもないところで守ってんの？テーパット。ビレド観光局。敵がすぐ近くにいそうだぞ。一回やられちゃったからまたコンテナ開かないかな。負けても結局ね、何もないんだけどね。まあセンスでわかるんだけどね。ないです。開けたからといって。これもサバイバー。これもサバイバーで、ここは空っぽですよね。これいるね。ハウラーかな。行きます。そろそろ来たでしょ。屋上ではなく、どういう風に書いてある？レオンの遺体を見つけるとしか書いてない。あ、なんかこれ武器チャームなんだ。はい、 PK メダルだって。売って利益を得ようだって。ID さ、なんかクーラーあったよね。あ、埋まったか。ここで最後だわ。そこ押せってこと？地下。シンプルに地下です。地下ってさ、水中くぐったりしていくんじゃなかったっけ？結構よ。水中ですかねこれ。またね、しょっぱなから水中ですかねこれね。ほう、まっすぐ行くしかねえんだよ。嫌だな。閉まっちゃってる？あ、いいのか。こっちから開くのか。ういや、
やだ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 、クライシー開いてるやん。これ前開いてなかったよここ確か。でもそっち行けって言われて多分ここ開いてなかったはずよ。なんだここは。ホラーの撮影でもしてた？いや、エレベーターだ。ただの。あれ、じゃあ、ここ帰ってくるときとかに通ったか？記憶にない。レオンを見つける。ふおー、無音というのがまた。崩れる音がする。ガングリーン。残ってるもんだね。そっちなんだったんだ。あーなんか覚えある。おー復活してる。多分これいっぱいあるぞ。他にもいっぱいは言い過ぎたけど。いつのやつこれ。あーでも違う、回復物資か。なんかそこにあるね。いや、これはしょうがないっしょ。メイっすか。電気来てんだね。ずっとビリビリしてる。お。ガングリーンだ。この辺じゃなかったっけ、レオン。で、最後にレオンを見たのはこの場所だった。痕跡があるかもしれない。グレネード。苦悶の斧。散々 PK の人たちは探したんじゃないのかい？あーなるほど、ここの先なのか。そっか、そうだよね、こうなってたもんね。そうそうそう。あー中くぐってこっちに出てきたんだ。いや、多分ゾンビになってて、これ戦闘するやつだな、おそらくな。あちこち血だらけだ。あったのか。這いずって逃げられたのか。なんかアイテムいっぱい。連打のやつか。這いずった後。お？そこの中に？いや、迂回して？トゥルザワの水より多くの血が流れてる。
彼は起き上がって歩き出したのか。完全になってるじゃねえかこれ。ボラな可能性もあるなこれな。 UV バー、ここか。こじ開けたのかこれ。一歩が広いもの。何段飛ばしよこれ。くぐってってる。行くか。あー、なんかこの中もくぐり抜けた記憶はあるわ。そん時もボラがいた、確かここいるんじゃない。ボラタイルになって、どこちゃ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 、急に。入っちゃうね。三体？急に霧の中から現れたよね今。これでアンコモンとか言われてもな、ムキムキすぎだろ。マジムキムキ。普通にめっちゃいるぞゾンビ。声がやだ。昼間だったつのもあるのかこれ。レオンだよねあれ。やつらの一員になっちゃってる。ゆっくり倒しに行こう。邪魔はされたくない。キノコあったよね。あった。わお。
ボラはいないのかな。足跡はそこに通じている。どうしよう。まあ普通にバイラルだとは思うのだが、追ってはきてない。どうしよう。いや普通に普通に倒せばいいんだと思うんだけども、悲しいな。なんかな、なんて言えばいいんだろうね、これ奥さんにね。残念だレオン、彼らにはこのことは言えない。まあ普通に死体を発見して ID 持ってきたよって言うしかないよ。 PK が探したのに見つからなかったんだよって突っ込まれたらどうしようね。ひっそりと隠れていたよみたいな感じなのかな。楽しいですね。で、レオンの名前ですよ。見てみようか。レオン。クリス・ブルーフィールド。レオン。あ、普通にケネディだわ。レオン・ケネディだわ。S が、そうなのね。わかった。ちょっと拍子抜け。ブルーフィールド、クリス。ケネディ・レオン。ボウスキー・トレント。LT ・ロー。ブルーフィールド。これはヒックス・ドゥエイン？ウィリアム、ハドソン・ウィリアム。シモン・ブラスコ・リレイ？サイモンか。シモン、サイモン。これ帰り道。ちょー待って、また怖いやつやん、これ。めちゃくちゃここまで逃げてきた記憶あるわ。ボラタイルから。空っぽだと？飛んだ方がいいんだけども、なんかこの帰り道これをお勧めされてる。どこに出るんだこれ。普通にここ出てきたわ。開かずの間だったのにね。オッケー、じゃあ飛ぶか、奥さんのところまで。そうしよう。飛びすぎ。なんかの枠あるんだよね。今後マップが追加されてするのかな、サブクエのために。あとこれ2つまだやれてないんだな。このなんだっけ、これか、給水塔、セーパール給水塔と、あともう1個どっかにあんのかな、こういうなんかアクティビティ。どれだっけ。いや1個しかねえな、給水塔。え、でもこれもう一個やらないとマックスにならないね、これ。双方向ジップライン。
改良型ヤバック。あと2個レベル上げられるっぽいんだけど、なんだろうね、これ。まあいいか。で、飛びましょう。そこね。カイラさんだっけ？奥さん。さあ、PK。ジャック・マットと会うこともなくなっちゃったしな。今度こっそりウィリアムズがいるところ侵入してみるのもいいかもしれんね。まあでもイベントじゃないと本人に出会えないかな。なあ、そのちょっといいかな。レオンの奥さん、なんて言い訳しようか。言い訳、俺が言い訳する必要あるのかって感じだけど。持ってきた。カイラ、終わったぞ。ああ、なんて言えばいいのか。教えて。彼は苦しんだ。これは言えないよね。彼は安らかに眠ってた。クリスマスに死んだはずだ。それならよかった。ありがとう。何もかも失ったとしても愛する人との思い出は消えない。ほっとした。ほんの今まで心休まる時がなかったから。受け取って。この録音は隠しておいたの。分隊の仲間しか知らない。あの人たちが生きてたらあなたこそふさわしいって認めるはず。録音？あなたのおかげで分隊404の伝説は生き続ける。あとこのカイラさんの名前がさ、エイダだったらなんかこうまたこう来るものがあるというか、そんな話だったけど。で、今のなんか弱いつながりって書いてあった？PK のやつ。どれだ？これだ。弱いつながり。404部隊のパーティーでロウが死んだ仲間のことを。そういうもんなのね。了解しました。まあとりあえずカイラさんも落ち着いたんじゃないかね。見つかってよかったねって、まあ、言うしかないよね。それはね、キャリアの人だ。さてまあいい時間になったんで一旦ここまでにしましょうかね。メイヤーさんも仕事最近くれないし、まあ今回かなりスタミナも増やせたんで今後の探索がまた楽になりそうです。アイトールどこにいるんだろう。ジャックマットいない。はい、よし、そんな感じで
前のことは聞いたぞ。はい。PK に入ったらどうだ。マジで？仲良い感じだったけど、めちゃくちゃ裏切ったけどね俺。その味ですね。今回はここまでにしてアイテム整頓だけしておきます。次回どうしようね。チャレンジババがあるのと模範的な孫、読書クラブもある。あとなんかマップ上にいろいろまだあるんだよね、ハテナがね。未知の場所、びっくりマークはサイドクエストか。もう一度行ってくれ。あとオールドビルドの方もなんかいくつかあるんじゃないかい。クイズだ、クイズまだ全問正解できてない。チャレンジ芸術家 A できたのかな。カラーラン、少年たちを守れ、ハテナもあるな感じなんで、まあ行ってないところ行ったり、ファストトラベルの、まあ、ここ開けたりとか、アノマリーがあって、まあまたいくつかやることがありますので、それをやっていく感じになるかと思います。ここまで寄らないとインヒビター見えないのか。見えてんね。そう、どこだろうこれ。あとこの給水塔やったりとか、奥。あ、キャンプに。あるんだ。ここに2個あるし、まあ、インヒビタ回収したり、あとこの辺はババの領域か、魔女の店だ。こことかも飛べたら楽なんだけどね。このエリアのファストトラベルないんだな。ここ東の果てどっかにできんのかなっていうのも今後分かってくるでしょう。今回はここまでにいたします。また次回。それではまた。